平成19年台風第4号は2007年7月に発生し九州に上陸した台風である。7月に日本に上陸した台風では過去最強クラスとなった。また各地に大雨をもたらし九州南部などでは記録的な降水量となると同時に各地で暴風が吹き荒れた。あとに新潟県中越沖地震と共に激人災害に指定された。 進路図7月9日の時にカロリン諸島近海で台風4号が発生し、アジア名マンニーと命名された。命名国は香港で貯水池の名前に由来する。台風はフィリピンの東海上を北西に進みながら大型で非常に強い勢力に発達し、13日には沖縄本島の再開場を北上した。沖縄県那覇市では、 最大瞬間風速秒速56.3メートルを記録し、7月としては観測史上最大となった。台風は、その後1 4日に九州に接近し、同日14時過ぎに大型で強い勢力のまま、鹿児島県大隅半島の鹿屋市付近に上陸。7月に上陸した台風として、上陸時の中心気圧が最低を記録した。なお、当初も含めた、 中心気圧の7月史上第1位を記録した台風は1996年の台風9号である。その後は勢力を弱めながら15日にかけて四国から本州の南岸を通進して16日9時に日本の東海上で温帯低気圧に変わった。台風が通過した沖縄地方、西日本の太平洋側と伊豆諸島では暴風となり13日には 沖縄県近町近,近で最大風速秒速33メートル14日は宮崎県日南市やブラで最大瞬間風速秒速55.9メートルなど観測史上最大となった。また沖縄本島近海から四国沖にかけては波の高さが10メートルを超える猛烈なしけとなり沖縄本島や瀬戸内海の一部で高潮が発生した。一方で 九州付近では台風発生前の7月1日から梅雨前線の活動が活発化した。6日から7日には九州地方の広い範囲と四国地方の一部で大雨となり、10日から12日には九州、近畿、東海地方の一部でも大雨となった。台風が沖縄地方を通過した13日には本州上に停滞する梅雨前線に向かって台風から 暖かく湿った空気が流入し、西日本の太平洋側を中心に大雨となった。14日から16日は台風通過に伴って西日本から東北南部の太平洋側の広い範囲で大雨となった。また、16日から17日にかけては近畿地方で局地的な大雨があった。 1>, 1日から17日までの総雨量は沖縄地方と九州地方から東北地方の太平洋側を中心に7月の月間平均雨量の2倍を超え宮崎県海老野市海老野で1107ミ、mm、リメートルが観測されるなど各地で記録的な大雨となったこの期間大雨で増水した河川への転落などにより西日本を中心に死者6人行方不明者1人となり 沖縄地方から東北南部で重火損壊、土砂災害、浸水害等が発生し、また農業、林業、水産業被害や鉄道の運休、航空機、フェリーの欠航等の交通障害も発生した。この年はラニーニャ現象などによりフィリピン東方海域や沖縄近海の海水温が平年に比べて高く台風が発達しやすい状況にあった。その上、 当該海域では台風2号以来約2ヶ月台風が発生していなかったので台風の風に伴った海水のかき混ぜによる冷却がなかったため海水温はさらに上がっていた台風は海水温が高い地域を右回りに総コースを通ったため台風が発達しやすく勢力を維持しやすくなっていたまた台風の当園となる太平洋高気圧が 平年に比べて弱く南東寄りだった。平年はこの時期南西諸島から九州南部付近まで高気圧の勢力圏となっているが、今回は四国の南海上までに留まっていた。この変異には、偏西風が通常より南に偏っていたこと、ラニーニャ現象によって大気の流れが変わり、太平洋高気圧へ向かう下降気流が通常より、 東に偏っていたことが関係していると考えられている。これらの要因によって、この台風4号はその最盛期に沖縄を通過し、勢力を維持したまま本土に接近、上陸し、偏西風に押されて、太平洋高気圧の絵も通り、九州、四国、本州の南岸を襲うような進路を取ったと考えられている。ありがとうございます。